いや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 、レトロと、カネチューでーす。タネシケロです。よ、タロでーす。ポポポポーす。なんと、ハロウィンの、ハロウィンの指名に来てまいりました。レロレロレロ。レロレロレロ。レロレロレロ。さあさあさあ。ハッピーハロウィン。ハッピーハロということですけども、我々イグズイが、今日はハロウィンを盛り上げてやろうと思いまして。なんか結構、行儀らしいですよ、今年は。あね、やっぱりね、お酒飲めなかったりしますから。そうそうそう、お酒も飲めなくなりましたし、立ち止まれなくなりましたしね。ね、結構ね、日本人は結構行儀がいいっていう話は聞いております。はいはいはい、はい、ということで、行儀を悪くしてやろう、そんなことをしてやろうと思います。ダメです。ということで、はい、リンタロウさんがどうしてもやりたいって言った企画はこちら。ダメーン。これをかぶって財満ぶちかましまーす。いっちゃいたいと思います。はい、これをかぶって財満ぶちかましして人が集まるのか、そして集まってる人の前で外してお疲れ様でしたつって我々がダッシュで逃げるという、これをね、ちょっとハロウィンの街中ど真ん中でぶっかましてやろうかなと思いますわ。 OK、 これは伸びるんじゃないですか。分かります。早速我々はこれをかぶってセンター街のあたり、スクランブル交差点のあたり行って財満ぶちかましますわ。そうしましょう。みんなどうなるか楽しみにしとく。え、止められねえだろ。ここ帰るよ。ここでここ帰るよ。ヒュイブー。イエー。あ、いいっすね。右方向です。じゃあ行きますよ。決まりました。じゃあ先僕出ます。じゃあ、うん、先行ってて。準備完了です。どこのにしますか。あの、ここにそこ、はい、何が、はい、スカ入る、ここら辺駅入る、あそこっすか。そう、あれを手にした上ミュージシャンがいるとこ。はいはいはい、はい、え、じゃあ、あの、ほんとスタバ、あの、本当に横断歩道の前ぐらいのとこっすよね。そうそうそう、了解しました。じゃあ僕はそこに今から行くんで、じゃあお二人ちょっと後でついてきて、ちょっとその時も、はい、行くぞ。ちょっと、あの、行ってきます。はい、行くぞ。行きます。ちょっとバレないように。さあ今からちょっと僕だけ先にちょっと待機してまあ行くんですけれども、あ、今来ました。今来ましたよ。今こっちに向かおうと車が出てきてますね。さあ来ましたよ。来ましたよ。さあどうなんだこれ。さあ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 来ました。来ました来ました。これはクオリティが高いってなってるのかな。これはこれはすごいですよ。これはこれはすごいですよ。これはここでやんのか。いえ誰も来ずれこっちに。なるほど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 。いえはいですよ。横がいいですか。はい、チーズ。はい、チーズ。 OK です。 OK です。ありがとうございます。知ってますか？この仮装してます？この仮装は。知ってます。
ですか？大好きですか？クオリティすごくないですか？めちゃくちゃ僕もファンなんでちょっと今撮ってるんですけど、この漫才をちゃんとこうする今漫才してるんです。ちゃんとそこまでしてるんですよ。ちょっとこもってからね。知ってますこのコスプレ？そう、EXIT 知ってます？なんかすごくなんかクオリティ高くないですか？そうなんですよ。で、なんか漫才師さん撮ってるんですけど、はい、漫才まで完コピしてるんですよ彼ら。すごいなと思って。なんか衣装とか出ますよね。なんかいや本物なんですかね。はい、いや半端なかったっすよ。ちょっとやばい、ちょっと半端なかったっすよ。バイバイ。やばい。あぶねえ。あぶねえ。8個前行きましょうか。8個前。え、2回目やるんですかこれ。2周目行きましょうか。ちょっと2回目ですけど。え、やっぱ1回目エグかったじゃないですか。ちょっとやばかった。車の中に突入してくるとは思わなかった、うん、マジゾンビみたいだった。確かにそうですね。メイクもゾンビだし。ウォーキングだった。マジウォーキングだった。ゾンビが大きいですよ。頭ぶっ刺さなきゃダメだから。うん、そうっすよね。次はどうなるか。さすがにもうバレるから、こんだけやっちゃうと。多分でも意外と1回だけって思うんですよ、こういうのって。確かに。まさか2回やるとはという。あいつら渡ってきてたらやばい。やばいっすよね。すぐ気づかれる。そうっすよね。あのウォーカーたちがですよね。あの漫才中に誰からも見向きもされない感じの確かにね。確かに。何言ってるか分かんないし、うん、久しぶりだなこの感じって思った。ああなるほど。あのみんな見てくれ。EXIT 結成時のあの最初の感じ。はいはいはい、はい、懐かしかった。みんな見てくれる。必死に動いてるな。そうっすね。ハロウィンで蘇るとは。確かに。ここで降りて、俺らが、はい、さっきのところに泊まっといてもらえるか、うん、え、さっきのまた、あ、うん、ります。さっきの場所泊まります。俺らここで降りるんで、あ、ここで俺らだけ降ります、はい、で、脇本さんさっきの、はい、あっちのさっきと同じような場所に行ってくれたら行きます、じゃあちょっと、よし、行くぞ、もちろくん。ちょっとこれ、だるそうだな。じゃあちょっと今から行く。これで俺らのラスト漫才だ。じゃあ僕が先に出ます。うん、時間差ですよね。ついてった方がいいよね。わかりました。ついていくわ、もっちー。はい、了解しました。一緒に行こう。さあ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 、どうしますか。どうしますか。これは冷え冷え。はい、誰も見向きもしてない。そうですね、はい、誰も見ないです。
誰も見てくれず誰も見てくれず誰も見てくれず、はい、誰もでした。はい、2回目は行きましょう。走れ。ちょっと場所があれでしたね。誰も見てくれず、はい、ただただ2人でふざけてただけの動画でした、ね、恥ずかしかったな、はい、途中俺凛太郎さんもう脱いでると思っちゃいました。つけてっから、つけてっから凛太郎さんがもう脱いでると思って、そしたら全然被っててびっくりしました。つけてんな、はい、変わんなかったマジで。はい、というわけで、はい、EXIT はマスクをかぶって、はい、渋谷のセンター街で漫才ぶっかましてみた。イエーイ。なかなか面白かった、うん、まあ、ハチ公の近くでやった時は全く気づかれずでしたけど確かにめちゃくちゃ恥ずかしかったです、撮った後も誰も見てないから。確かにで歩き始めたら気づかれて追われるっていう、うん、最悪の結果になりました。明日もちょっと普通に歩くっていうのも、はい、明日ちょっとまた了解しました。はい、これかぶってただ歩くっていう、なるほど、はい、わかりました。OK、 やってみましょう。はい、ということで、以上イグジットチャランネルでした。チャンネル登録しっかりよろ頼む。おわとが、これかぶっといてる。 Here we go!